さん、こんばんは。マーティンダーメコウキンダです。介護福祉講座、介護の基本を勉強しましょう。地域包括支援センターですね。2005年、介護保険法改正に伴い新設したそうです。確かに配置したのは主任介護支援専門医、社会福祉保健師などが設置、配置。これはね、主に包括的支援事業などの事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持や生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上と福祉の増進を包括的支援することを目的です。はい。病院はですね、まあ、20床以上病床、医療法上で20床以上が病院、19床以下のものが診療所、クリニックは別です。保健所はですね、大体わかりますね。前の動画にもありますけども、これは健康診断などの感染症対策ですよね。新型コロナウイルスもそうですね。エイズの相談、難病の相談、難病対策、いろんな対策です。精神保健福祉相談と対策もあります。市町村保健センター、これね。市町村レベルの地域における保健活動、保健サービスの拠点だそうでございます。これね、健康相談、保健指導、健康診断など、いろいろ、審査などいろいろです。訪問看護ステーションは訪問看護事業のうち、病院または診療所以外のものを言うんです。職業者は保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、幻覚聴覚士配置です。以上です。バイバイ。